はいどうもベイさんです。今回はこんな感じでボタンを押すとこのようにブロックが入れ替わって明かりがつく電気の作り方を紹介します。今回紹介する電気の見た目はこんな感じで天井に1個ついているだけのシンプルな形です。でもちろんもう1回ボタンを押してあげるとはいこんな感じでガシャンガシャンと音が鳴って明かりが消える仕組みになっています。まあマイクラで明かりを消してしまうと敵モブが湧いてしまうのでなかなか使う機会はないと思うんですけど、まあとても面白いギミックだと思うので皆さんぜひ作ってみてください。それでは作り方を紹介していこうと思います。はい、そしたら作っていきましょう。必要な材料はこんな感じです。しっかりよく見て材料を確認してください。また左側の材料とは別に回路用のブロックをなるべく多めに用意しておいてください。で次に必要なスペースを紹介します。今回は天井に回路を作るので少しややこしいのですが、ここを入れ替える電気の位置だとすると、この天井の上側に1、2ブロックのスペースが必要です。またこの電気を目印にして手前側に1、2ブロック、奥側に2ブロック、そして右側に1ブロック分のスペースも必要になります。まあなので屋根の裏にこのくらいのスペースを確保して作るようにしましょう。それでは作っていきます。そしたらまずはこの光源となるブロックの1ブロック上、ここに天井用のブロックを設置。でこの天井用のブロックの横側、ここには光源用のブロックを設置します。でこの光源用のブロックを押し出すためのピストンをこちら向きに設置。で今度はこの押し出したブロックを元に戻すためにもう1個ピストンを置いてあげます。でそしたら今度はここにレッドストーンの粉を設置。でレッドストーンの粉の先にはレッドストーン反復装置を設置します。でその先にブロックで、このブロックの側面にレッドストーントーチをつけます。でこのレッドストーントーチの先にはレッドストーンの粉を設置しましょう。でレッドストーンの粉を設置できたら、今度はこのレッドストーンの粉を見るように観察者を設置。で今度はこの観察者を見るためにもう一個観察者を設置します。でこの観察者の後ろ、ここには反復装置を設置して遅延を2回タップして3の状態にします。でこの反復装置の先にブロックで、このブロックの側面にはレッドストーントーチをつけます。でレッドストーントーチつけられたら、今度はここに1、2と仮ブロックを設置。1個目は壊します。で仮ブロックを置けたら、今度はこの仮ブロックを押し出すために粘着ピストンを下側に設置してください。この時粘着ピストンが伸びてこの C ランタンを押し込むことができたら OK です。はい、これで基本の回路は完成しました。今度はボタンで電気を入れ替えるための装置を作っていきます。そしたらまずは部屋の中に降りてきていただいて、適当な位置にボタンを設置します。でこのボタンの裏側にやってきてください。でこのボタンの裏側に発射装置を上向きで設置。でこの発射装置の中には粉雪バケツを入れます。でバケツを入れたら、ここにブロックを設置。でブロックの上にはコンパレーターを置きます。でこのコンパレーターの先に1個2個とブロックを置いて、このブロックの上にはレッドストーンの粉を設置。でレッドストーンの粉の先にブロックを置きます。でこのブロックの上にはレッドストーンの松明、ブロック、レッドストーンの松明の順番で設置して、で今度はこのレッドストーンの松明からここのレッドストーンの粉に向かって動力をつなげてください。つなげ方は何でも大丈夫です。今回はレッドストーンパウダーを使って、はい、このように回路をつなげました。そうすると、ここのブロックが入れ替わって、このように明かりが消えたんじゃないかなと思います。で、明かりが消えたことを確認できたら、今度はこのボタンを押してみて、はい、きちんと電球が出てくるかどうか確認してください。で、確認ができたら、この電球のところには鉄のトラップドアを置いておきましょう。こうすることで、ブロックがね、よく見えなくなって、本当に電気がついたり消えたりしているかのような見た目になります。もうちょっと見た目にこだわりたいなっていう場合は、ここのブロックをクォーツのブロックなどに変えてみるとさらに雰囲気が出ます。ぜひ実践してみてください。はい、というわけで今回はこんな感じで実際にオンとオフを切り替えられる電球の作り方を紹介しました。コメント欄で作ってほしい回路や建築のリクエストを受け付けているので、ぜひコメントお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。